ストンは、クロアチアドゥブロブニクネレトバ軍の村及び、それを中心とした基礎自治体で、ペリエシャツ半島地境の南側に位置している。2001年現在、ストンの人口は2605人で、クロアチア人が98.66%を占めている。スタガニウムとして、ローマ時代にはすでに居住地として確立していた。ストン周辺では、ローマ時代の鳥を今でも見ることができる。 塩田もすでにローマ時代よりあり、現在でもストンでは塩が作られている。1333年、ペリエシャツ半島はラグーザ共和国の領域となった。その頃、現在の町や要塞が築かれた。塩の生産は当時、経済の基礎なしドゥブロブ肉の最も重要な収入源となっていた。ストンはラグーザ共和国の要塞が有名で中世の優れた。 建築物とみなされている。14世紀に砦の建設は始まり、3カ所の城はそれぞれ城壁によって繋げられた。5キロメートルに及ぶ城壁には40カ所の塔が設けられ、現在でもその遺構が残る。要塞によってペリエシャツ半島の防衛が可能であった。すべての施設が完成したのは1506年のことで、ヨーロッパでも長い城壁の一つである。 1996年の震災によって被害を受けた箇所もある。ありがとうございます。